皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。ビジネスをする上での価格戦略の参考になる事例としてサイゼリアがあります。サイゼリアといえばね、安いイタリアファミレスということで、299円とか399円とか、99にすると安くなる、ね、戦略というのをやってきたんですけど、これを2020年にやめて、ぴったしの価格にしたんですね。299円のものは、例えば300円。399円のものは400円にしたところ、これがかえって好評で、うまくいっているというのがあります。これなぜかっていうと、まあもちろんその、299円っていうと安そうに見えるんですけど、結局そこで端数が出て、その、お釣りの問題とか、そのね、レジでの時間とか、まあそういう手間がめちゃくちゃかかるわけですよ。ところが、ぴったしにしたらそういう手間が一切かからなくなる。で、しかも、まあ消費者としては299円、確か200円台で安いと思うかもしれないけれども、まあ299円でも300円でも、まあそんなに安くない、そんなに変わりなく安いよねって思いますし、まあ別にね、300円ぴったしだったら逆にキリがいいっていうのもあるので、まあ頼みやすいっていうのもあると思うんですよね。で、結果としてだから、価格改定して何気に値上げしてるのにもかかわらず、お客さんから好評で、しかもオペレーションの手間も減って、うまくいってるという事例があります。でね、これ、あと、本当ね、いいのは、やっぱりその、頼む時に計算がしやすい。もう今はもう本当ね、8% でどうだこうだとか、あとね、割り勘する時に大変なんですよね。みんなで食べに行って、払った分をね、みんなで払うみたいな時に、299円足す399円足すとかやってると本当にめんどくさいですし、あとさらにそこに 8% の税金が乗るといくらになるんだよみたいな話になりますけど、もう300円とか400円とか500円だったらすごい生産しやすいっていうメリットもあります。で、やっぱりね、だから未だにそのね、かつての価格戦略299とか399とか99円って、まあ確かに安そうには見えますけれども、そのリアルでお金をやり取りすることが必要な場合とか、ね、あとは、まあ、さらに、ね、その、税務処理みたいなこととかも関わってくるとは思いますけど、やっぱりぴったりの金額にした方が、あらゆるメリットがあるっていうことをサイゼリアは実績で証明したので、ぜひね、皆さんも、その、999とか299とか399円とかじゃなくて、300円とか500円とか、100円とかの方が、いろんなメリットが、しかも1円でも値上げになってお客さんの数が多い企業だったら、もうこれ莫大な、それだけで収益になるというのもあるので、ぜひ皆さん価格をね、ぴったりの価格にしていただきたいな。しかもちゃんと税込みでぴったりの価格にしないと、そこに税っていうとまた本当にめんどくさいので、ぜひ消費者目線での価格改定というのを考えられたらいいんじゃないかと思います。